緊急出動連絡、ただいま品川区旗の台6丁目でクレーン車が横転、事故発生しております。直ちに早草5号テレビ機出動を願います。クレーン車による事故が相次ぐ中、また品川区旗の台でクレーン車の転倒事故が発生したという緊急連絡が入った。現場ではクレーン車が45度傾いてアパートの壁を破り、アームが電線に引っかかって止まっていた。幸い怪我をした人はいない。しかし事故発生とはいえ、航空隊出動の必要があるのだろうか。今日の出動は事故処置を手助けするためのものではない。実はヘリコプターに備え付けられたこのウエスカムカメラと呼ばれる高性能カメラが主役なのだ。航空法により東京上空は高度1000フィート、つまり約300メートル以下では飛べない規定がある。この高さから普通のカメラで撮影すると画面のブレがひどい。そこでこの高性能のウエスカムカメラが登場する。これがウエスカムカメラが捉えた画像だ。対象を真上から見ることができて、しかも全くブレがない。このウエスカムカメラによって現場を撮影し、捜査を進める時の資料にするわけだ。レンズの倍率を高くすることによって地上の状況をさらに鮮明に見ることができる。ただし値段は1台約1億円。都内の交通渋滞はひどくなる一方だが、その原因の大半は路上の違法駐車にあると言われている。そこで警視庁交通部は交通対策本部を開設。航空隊のヘリコプターを動員して違法駐車の取り締まりに当たることになった。ウエスカムカメラで渋滞の原因となっている違法駐車を捉える。さらにズームインして車の特徴を映し出す。ウエスカムカメラの威力が十分生かされる。ヘリから交通管制センターのモニターテレビにその画像が送られ、そこから直ちに各警察署に連絡するという仕組みだ。違法駐車は長時間にわたるものが多い。時間を書き込んでレッカー車を呼ぶ。この日は渋滞の激しかった銀座で行われた。航空隊のヘリコプターの動員によって立体的な取り締まりができるようになり、成果が上がっている。派手な事件事故ばかりではない。地道な活動も航空隊の任務の一つだ。海外でもヘリコプター隊は貴重な存在である。ことに面積の広いアメリカ・ロサンゼルスではヘリコプターによる操作は欠かせない。南アフリカ共和国のヘリコプター隊、強盗殺人の犯人を空から追跡し検挙に成功した。
レスキュー隊。ホテル火災で煙に囲まれ逃げ惑う客を無事に救出する。どこの国でもヘリコプター隊員の仕事は命がけだ。東京の航空隊、隊員たちは日夜活動しているが、新人の二人にとって夢に見た搭乗の日はまだ遠そうだ。早く一人前になりたい。隊員のほとんどが帰宅した後も二人は居残り、3月24日の学科試験に備える。帰宅の途に着いたのはもう夜の11時を回っていた。3月24日、学科試験の当日。年3回行われるこの試験は、ヘリコプターのパイロットになるための第一関門だ。会場は男性ばかりで、女性の受験者は布施谷巡査と金沢巡査だけ。試験が始まる前、出題されそうな項目をもう一度復習する。学科試験は航空気象など5科目に分かれていて、内容的にはかなり難しい。試験の合格率は 20% ぐらいだという。ほとんどの人が2度3度と受験して初めて全科目に合格するぐらいだ。藤井教官とマンツーマンの特訓の成果が問われる。日常のパトロールや警ら活動、交通情報の収集、警備、防犯と航空隊の活動分野は多いが、突発的な災害が発生した時の救難・救援も大事な任務の一つである。4月下旬、練馬区豊玉のマンションで火災が発生、人命救助の要請があり緊急発進した。火災現場へ到着した時点ですでに消防隊のレスキュー隊が活動を開始しており、住民は救出されていた。東京ヘリポートから現場まではわずか5分。通報の時間によって救助活動は左右される。しかし大事に至る前に人命が救助されホッとする。まだ記憶に新しい大島三原山の大噴火では、救助隊員の空輸物資の輸送を含め延べ30日間で通算106機が出動した。旅客機羽田沖墜落事故では6機が緊急出動し、重傷を含む11人の負傷者を救出した。昭和49年の多摩川増水では川の中州に取り残された人たちを空から救助。人命に関わる救護活動は普通の訓練がものを言う。布施谷、金沢両巡査もこれから数多くの現場に立ち会うことになる。5月中旬、五日市の山中で山岳救助隊と合同訓練が行われることになった。まず流れをちょっとやりたいと思うんで、皆さんの流れをやって、その後、ケンちゃんやって、あと次は5人乗り込んでます。で、最後侵入で2人を見ます。ね、金沢巡査は救助される役目に回る。航空隊のパイロットは様々な部隊と連動し活動しなければならない。標高が高い山岳地域では空気の密度が薄くなり、エンジン性能が落ち危険が伴う。布施谷巡査は地上での無線係を務める。都内の山の中で遭難者が発見され
救出するという設定である。救助される側に立ってみて初めて救出救護の大事さが身に染みた。24時間体制で緊急出動の体制をとっている航空隊。夜間の、訓練の、計画について、まずははやぶさ5号とそれから大空2号が、17時45分発砲の状態から、常習経路をお願いします。若手隊員たちにとって初めての夜間飛行訓練である。夜間飛行ということで、荒川江戸川の上流付近で夜間飛行します。東京の空、夜間における緊急訓練が許可されているのは警視庁航空隊だけである。空から見る東京の夜景は息を呑むほど美しい。通常の飛行機では味わえないヘリコプターならではの景観である。航空隊員だけが知っている東京の夜景、マンハッタンにも劣らない素晴らしい眺めが広がっている。